おっと隣が460でやめちゃいました。昨日が、どうやめない250やめてるから今700これ良くないやつじゃん。天井まで行かないで7当たって120枚で終わりのやつでしょ。ゲーム数忘れちゃったけど移動します、元に戻りますすいません、もうちょろちょろ動いて、昨日が250でやめてるはずなんで、だいたい今710ゲーム、まあ1回は当たるはい、感じとしてはですね、うちが隣で使った分のお金を他のお客様が入れてくれてこの程度になったっていう感じだと思います。帰ってきました。ここまで来てたら当ててあげましょう。この子かわいそうなんで、まあ、隣は多分変更ですけど昨日が良さそうなんで、まあ、下げてる可能性が高いと。でこっちは昨日も回ってないんで分かりませんが、滑ってる可能性がほぼ確だとねえ、同じ打つなら天井近い方が良いじゃないですか悲しい、プライベートだけでいいよ、天井は。467、一応のカメラマンさんに理想はこっちすぐ当ててダメだったら戻るって言われました今のリプレイリプレイベルからですよね。6択ですもんね。どっから行こうかな。あ行ったかと思いません、今ここまで来て、まあ、そんなもんですよね。チームスパイドファイター、ほらこれも立派な訓練よ。あ、チャンス目、やっとなんか落ちたよ。赤は必ず揃う。
け抜けましたね。モンズーゲーム。しかも30ボーナス入れての179で ART で38枚しか出てない。41枚か。レーダーに、これはチャンスの予感がします。レーダーに反応、これはチャンスの予感がします。ツイッターで質問募集していいですか。さっき質問をトークにね困ってたので質問をツイッターで募集してます。どんな質問が来るんでしょうか。もうちょっと時間経ったら見てみます。ゲーム、まあ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 いいでしょう。まあメダルがなくなるという600球ゲームですね。850、60ぐらいだったということでしょう。投資はもう狭い、早い。これ一番ダメなやつ。お願いします。616ゲーム、今日一回とどろいくんね、揃ってるんで本当はね、しずくちゃんにした方がいいと思うんですけど、じゃあ7を揃えたい。まあ、頑張ったと思います。60ゲームで220枚。本当にやばい。復活パターンですかこれ。
を押してたらボーナスになって、白7でした。124ゲーム、意外にこれ、意外にこっから出れば、まあ、この中では1位かもしれないですよね。頑張ります。はい、はじめまして、私フレア、こちらアビスのスカウト、3名だと思う。よし、行きだせ、隣の邪魔行きます。多分ね、設定がね、1以下ってあるかな。あ、でも40%とかだとするじゃないですか。 60% 継続が続いてるってなると、まあ、しょうがないと思えなくもない。海物語を打ってると思って、たまに海で6連チャン、7連チャン、20連チャンとか合いますから。お、さすがに当たると思う。ただメダルは持たない。メダルが足りない。はい、このまま当たると思います。630ゲーム、どうしていた方がいいですか。多分53 多分53。でもね、これしかないんで、うちにはこれでなかったらないでしょうがない。よっしゃ、30だと思うけどね。あ、青7だ。
ったんだ。57ゲームビッグボーナス。はい、え、赤だ、赤、ステージチェンジが赤でしたね。いいよこれ 2.5 期待度 2.5。 さっき見たことない。あと1500、あと1000、あと1000、いったー。いやー、50ぐらい行きたいよね。あー、もう一回、あ、かける2だ。行ったでしょ。でかいでかい。よし、これでこういう強固薬引きたいですよね。押し踏んでるからな。あ、もうダメだ。あ、ダメだ。60ゲームなんで、元々の20ゲームと60ゲーム、80ゲームスタートです。さっきよりはまあマシだね。全然いいね。80ゲーム245枚で終わりました。はい、あ、文字がねえみたいな。これはただの30%。あ、もうダメだ。ダメだ今日は。はい、それでは実戦終了したいと思います。だいぶ最後ハマりました。ハマったんですけど、まあ、投資額じゃなくて出玉数なので、まあわかん、まあ、とりあえず島がこことここの8台で総計算となるので、まあ予想は、まあ、最下位ルーキーかな。ケツから2番目か、まあ、ビリですね。そんな感じです。はい、では詳しい結果はエンディングでします。お疲れ様でした。やっぱね、あれよあれ、表の健全とか、あ、堅実とか、裏の堅実にすればよかった。はい、220ゲームドロセレクズ629枚です。置いてこいよマジで。まだ緑です。
ましょう。活動も入んなかったんで、まあ、最後ね本当は家康氷入れていい感じにするはずだったんですけども、まあ500枚書いていただけでもよしとしましょう。お疲れ様でした。結果発表。あれなんかそんな嬉しい？嬉しくない。同じく。はい、じゃあもうまずもう発表しますか。はい、絶対うちの方が勝手に資金があるんで先にどうぞ。はいはい、じゃあ私からいきます。投資が1269枚で、結果マイナスそのまま1269枚です。笑えない笑えないね、ちょっと顔だけニコってしてるけど。はい、が、はい、投資が2491枚回収が610枚無投です。なんでまあマイナス1881枚。イエーイ、笑えない。でも最後ちょっとだけ見せ場っぽかった。見たよ。見た、うん、画面で見てたもん。そう、それまで本当何も見せ場なかったの、うんうんうん、前回のリンクの二の前みたいな感じだったんだけど、誰かさんと、うんうんうん、まあ前の動画見てくれればね誰かってわかるけど、どうだったの、見せ場あった？見せ場ありました。でもないですね。なんかあのボーナスも、まあ、ちょいちょい引くんですけど、やっぱ飲まれて出て飲まれてでだんだん追加追加って感じだったので、まあ、上乗せしてボーナス引いてたら楽しかったなっていう結果になると思うけど、うんうん、こんな感じ、分かってるとは思いますが一応順位を発表です。はい、はい、1、3、5、最下位。じゃあ私から行く？うん、うちも最下位だしどうせいいよ。はい、はい、じゃあ私の順位は6位。やったー。え、待って、待って、え、そういう感じ？え、そういう感じ。ランタン、え、待って、6位って8台か。8台あるから多分、エウレカと後ろのモンハン、モンハンの8台。すげー微妙じゃん。やったー、罰ゲームもなー。いや、あるから最下位だから普通ね。はい、ということでうちはということで5位。引きなよ、持っててあげるから。え、みなちもほらやだよ、私やだ。6位だもん。よしっぽいとこすんなよ。じゃあ自らの罰ゲームを持って、はい、せーの。やばいやばい。やばい。仮装してコンパニオン業務、イエーイ。ベグタンの助走が見れる。助走っていうの？衣装あるんですか？で、仮装なんだから何を仮装するのかわかんないんですけど、すごく嫌です。ユミナナッチもやりませんか？やりません。でも来月だし、で来月さ、最後だからこそ私服でやろうよ。最後だからこそ一緒にさ、やんない？え、じゃあその時考えります。はい、これで来月ユミナナッチも一緒に考える。考えるな、私は考えます、考えます。はい、ここでですね、はい、第3回目の時に、はい、獲得した5位、うん、での、はい、クオカード3000円分の当選者様の発表をしたいと思います。それではお願いします。はい、当選者発表します。愛知県津島市にお住まいのつづくさんに当選しました。コメントの方は、みななさん応援してます、もっと動画に出てほしいです、ブラマイドぜひください。はい、エミナッチだけのコメントでした。ということでですね、はい、ということでですね、ちゃんと撮ってちょっと落書きもして、後ろにちょっとサインとかも入れちゃって来ましたので、これをね、つづくさんに送りたいと思います。ありがとうございます。そう、クオカードも一緒にです。3000円一緒に送りたいと思います。ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。グランドチャレンジなんですけども、はい、あと次回がセカンドシーズン最終回ということでですね、はい、モリモリです。モリモリですね。はい、出席番号1、2、3も中谷さんも来ました。はい、勝ちして、3人の実戦ですね。はい、一体何を打つのかちょっとわからないんですけど、ね、すごい楽しみ。ちょっと打てない。私も打てないよ。中谷さん絶対行こうってことでしょ。行くと思う。
どうなるのやら分かりませんが、はい、次回は3月でしょう、はい、次回は3月17日またここニューグランドのクイテン様での実践になります。セミナーチコンパニオンコスプレです。しません、はい、ということでセカンドシーズン、ニューグランドチャレンジセカンドシーズン来月最後になっておりますので、はい、ぜひお暇な方は来ていただければなと思います。はい。